皆さんこんにちは、近藤です。今回はものすごく肩の幅の広いジャケットをドレーピングでご紹介したいと思います。ワイドショルダーのトレンドはずいぶん長く続いていますが、ここまで広くなってしまうともうそろそろトレンドも終わりかなという気がしてしまいますね。また昨年までは肩の幅が広くてボックスのシルエットだったのですが、今年2023-24年にかけてはさらにウエストをギュッと絞ったシルエットがトレンドになっています。僕の世代から見るとこのような形は1980年代、特にジャンポール・ゴルチエなどがやっていたのを思い出しますね。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。それでは始めましょう。
今回のドレーピングいかがでしたか。まずこの幅の広い肩を固定するためにはかなりしっかりボディの上に肩パッドなどを使ってですね、形を作っていく必要があります。もちろん縫製の時には肩パッドを何枚か積み重ねて幅そして広さを作っていく必要があると思います。このような大きなシルエットに対してこのダブルの打ち合わせそして大きなテイラードカラーというのが今の流行りですね。ぜひ皆さんもこのドレーピングに挑戦してみてはいかがでしょうか。